白木の入港。白木の入港は、白木から流民や帰家人による犯罪及び、白木王の直命による国家規模の海賊行為等の総称。かつては、白木の族と呼ばれた。白木屋だとも言う。白木の国内の混乱により、811年から白木が滅亡する935年までの間に、たびたび、白木の族が日本各地を犯した。 本校では白木滅亡以後の続と進行についても解説する。白木南部の宴会の流民があるいは海賊とみられる者たちが8世紀以降かなり頻繁に津島や北九州を襲った。しかしその中には組織的な大集団も多く、国家または強大な豪族の関与が疑われる者も,も多い。なお、平安中期まで日本では、高来といえば、 北海国、東単国を指したため、朝鮮半島の高麗成立以後も十一世紀半ば過ぎまで、これを区分するために、白木の族という章も用いられ、白木の族が発生した理由としては、三国式、白木本儀の記述から、七百四十五年頃から七百五十年代後半にかけて、白木で、飢饉や薬病が発生し、社会が疲弊していたことが指摘されている。 七百五十五年には、白城王のもとへ、上のため、自分の股の肉を切り取って、父親に食べさせた男の話が伝わるほどだった。この時に、九州北部をはじめ、日本へ亡命し、帰化した、白城の民が多数いた。しかし、その移民の数が多いため、天平法治三年、七百五十九年九月、天皇は、打財布に、白城からの帰化人に対して、 帰国したいものがあれば、食料等を与えた上で帰国させようとする御事の利を出した。翌年には、帰国を希望しなかった、白木人131人を武蔵国に送還した。また当時、白木は、白木課題から、あと三国時代につながる混乱期であって、慶州を中心とする王権は地方まで十分に及ばず、民衆は重なる政治混乱にも苦しんでいた。は、 友好関係であったが、それ以外の周辺国である日本や牧海などとは断交していた。一方日本は牧海とは友好的であったが、白木との中は険悪であった。日本では、白月の以来、等、白木の合唱連行による日本侵略を恐れていたため、白木の行動は極めて挑発的にみなされた。ただし、これらの開口は全面戦争に波及せず、 当は中立を守ったものの、日本側は大きな自制を強いられていた。三国氏によると、白木建国時から日本による白木への軍事的な侵攻がたびたび記述されている。多くの場合日本側が勝利を収め、白木側は食料、金銭、一部領土等を日本に割譲した。なお白木建国の王族の昔氏が和人とされる。また、白木の重鎮には、 和人も登用されていたと考えられ、三国式には、白木への数千人規模の和人都来の記述が見受けられる。公会道碑によれば、百山白木旧勢族民吉来町密に、しかも愛来宇ど市来ると会派百山から白木も、ため、新民、そもそも、白木、百山は、高栗の族民であり、徴行していた。しかし、我が加の当年、 三百九十一年に海を渡り百、山、から、白木を破り、新民となしてしまった。とあり、上代の時期に一時期とはいえ、日本の属国になっていたことが伺え。日本では四世紀後期頃からは、東進など南朝への交易が見られるようになり、その後南朝へは五世紀末頃まで、断続的に行われた。これが、僧女に記された和の語王であり、三、鎮、 墨、京、武という五人の天皇、王が知られる。僧女の中で和の王、天皇について、指示説と得、は、白木、美真な、から、新刊、母刊、六国諸軍事、安藤大将軍、和国王、日本、朝鮮半島南部の支配者として、安藤大将軍と称しされている。三刊聖伐、白木聖伐、遠征においては、 神宮皇后の存在の有無はともかく、和国から、白木、朝鮮半島への大規模な軍事侵攻があったことは、朝鮮や中国の資料からも現在確認できる。兵庫県朝ご市の赤淵神社に伝承する神社略記によると、大化元年645年に、表舞宿根命、表舞宿根が単語、白糸の浜に来襲した、白木の族を討伐した。 沈没仕掛けた船を大海竜王がアワビの大軍を用いて救ったと伝わる。赤淵神社は草壁氏が笹ぐ祭りする。663年、天治2年8月には、和国はくだらの救援のため、朝鮮半島で、当、白木連合軍と白月の絵の戦いを戦うが、敗北する。天治天皇7年、668年、 白木の奏者門道行が草薙県を盗みて、白木に逃げ向く。こ行して中地にて雨風荒れ、迷いて帰るという草薙県盗難事件が発生している。668年以降、日本は県白木市を派遣している。天武天皇の即位から780年まで、日蓋関係の情勢に応じながらも県日本市が30回以上送られている。 672年の人心の乱で勝利した大天王子、後の天武天皇。在位は673年から686年は、親白木政策を取った。また、時代の児童天皇、在位690年から697年も、暴府の天武天皇の外交方針を、後し、同様に、親白木政策を取ったが、白木に対しては対等の関係を認めず、 白木が日本へ徴工するという関係を敷いたが、白木は、党との対抗関係からその条件を呑んで、日本への徴工関係を打った。日本からは、高栗に学問像など留学生が、派遣された。自童天皇元年、六百八十七年、日本の朝廷は帰化した、白木人十四人を下屋国に、白木の僧侶及び、百姓の男女二十二人を武蔵国に土地と食料を、休止。 生活ができるようにする。帰化人の総数には日本から白城に帰化していた和人も含まれる。また天皇により白城人の帰国が奨励され、半島に帰還する者に対しては食料が配布され、自動天皇三年六百八十九年にも投げかした白城人を下付け野に移し、翌自動天皇四年六百九十年には帰化した白城の半生松元万党十二人を、 武蔵国や下津の国に居住させる。令気元年715年には、終わり国人のむしろ次君ん事及び、白木人74人が、美濃国を本願地とし、むし軍に移される、天平五年733年。しかし、白木が国力を高めて、735年、天平七年日本へ入京した、白木氏が国語を、 王朝国と解消したと告知したため、日本の朝廷は無断で国号を解消したことを責め、死者を追い返した。両国関係は朝鮮半島を統一し国家意識を高め、日本との対等な関係を求めたシラギに対して、日本があくまで従属国扱いしたことにより悪化した。なお、当時、牧海が成立し、日本へ、 県日本史を派遣していることも背景にあるとされる。翌736年、天平8年には、県白木大使の安倍津熊炉が白木へ渡ったが、外交施設としての礼遇を受けられなかったらしく、朝廷は伊勢神宮など書者に、白木の無礼を報告し、長伏のための奉平しており、以後しばらくは、白木氏を太財布に留めて帰国させ、入居を許さなかった。また、 安倍津丸路は白木からの帰国途中に病死し、残された使い白木氏の帰国後、平城形では天然痘と見られる薬病が流行った。当時、この薬病が白木から持ち込まれたと信じられた。だが、随員の雪連宅マンは白木到着前に、すでに病没していること、三国式でも県白木氏の白木到着前後から、聖徳王を含めた、 白木川用人救死の記事が現れていることから、県白木市出発段階で、すでに感染者がおり、その往復によって、日羅両国に感染が拡大した可能性も指摘されているが、雪蓮卓満の死因が天然痘と推測できるものはなく、当時持ち込まれたとされたことからも、それが天然痘であるかの判断はともかく、死者の帰国前までは同様の症状の疾病は、 国内に流行していなかったことが推測されるのみで、ある。752年、天平商法4年、白木王子金大連ら704名の白木氏が来日し、日本へ調降した。この施設団は、奈良の大仏の塗り金用に、大量の金を持ち込んだと推定されている。この際は、王子による調降であり、外交的には日本に服属した形となった。 兆候の形式を取った意図は明らかではないが、当、墓海との関係を含む、国際情勢を考慮し極度に緊張していた、両国係の緊張緩和を図ったという側面と、交易による実利重視という側面があると見られている。近大連は、実際の王子ではないとする研究が一部で、出されているが、王子の兆候を演出することによって、より積極的な通商活動を意図していた説には、 確証はない。翌753年、天平商法5年には、長安の大民軍で開催された、党の長賀で、検討し、大友小丸が、白木の使者と赤字を争いを通すという事件が起こる。この際、党は、日本側の白木が和の従属国であった事実を受け入れ、白木を会に置いた。この年の県白木大使は、白木で、慶徳王に餌することができなかった。 天平法治2年、758年、等で安禄山の乱が起きたとの方が日本にもたらされ、藤原中丸は、大宰府をはじめ諸国の防備を厳にすることを命じる。天平法治3年、759年、白木が日本の施設に武霊を働いたとして、中丸は、白木征伐の準備を始めさせた。軍船394隻、兵士4万700人を動員する。 本格的な遠征計画が立てられるが、この遠征は、後の後見上皇と仲間路との不和により、実行されずに終わる。朝鮮半島を統一し国家意識を高め、日本との対等な関係を求めた白木に対して、人質の献上や徴候を受けるなどし、従来から白木を俗国とみなしてきた日本、随所和国伝は、白木が和国を高し行して、使いを通じていたと記している。 は、激しい反感を持ち、その様子は、藤原仲茂、恵美義勝が、牧海の要請により白木討伐計画を立ち上げた、際の主張である、白木が属国であるにもかかわらず、日本に比例であるためとしているに伺える。8世紀の終わりに、白木の国内が混乱すると、再び、日本に陰銀な態度を取るようになり、放棄10年、779年、 シラギは日本への服属を象徴する三つ木を、携え死者を派遣した。この長は、日本がシラギに要求し続けた、念願の品であった。また、シラギの混乱により多数の難民が、日本列島へ亡命し、大量に帰化を申請する事態が発生するが、日本側は、万国の人民が、天皇の徳を慕って、帰化を願うことは、日本における、中華思想にかなっていたため、 帰を許可したしかし、翌780年に、正規の剣白木氏は停止され、以後は、県陶使の安否を問い合わせる死者が数度送られたのみとなった。しかし民間レベル、主に公益での交流は続けられており、当、日本、白木商人により、日本の文物を、当、白木へ、当、白木の文物を日本へ、と運んで公益に励んだ。そのため、 三国の情報は、比較的詳細に交換されていた。有名な白木商人に、長方向がいる。公認2年、811年12月6日、白木船3艘が、津島島の再開に現れ、そのうちの1艘が、下阿賀田軍の佐数らに着岸した。船に10人ほど乗っており、他の2艘は闇夜に流れ、行方がわからなくなった。翌12月 未明、10日を灯し、あいつらなった2十四艘の船が島の西の海中に姿を現し、これらの船が属船であることが判明した。そこで、先に着岸した者のうち5人を殺害したが、残る5人は逃走し、うち4人は後日捕捉した。そして、島の兵庫を守り、軍師に動員をかけた。また遠く白木、朝鮮半島方面を望み見ると、 毎オ数箇所で加工が見えると、太宰府に報告された。太宰府は、ことの真偽を問うために白木後の通訳と、軍旗等を、対馬島へ派遣し、さらに急礼に準じて、用外の警備に尽くすべきことを、太宰府管内と長と、岩見、出雲等の国に通知した。公認4年、813年2月29日、非前のことを、正金島に、 白木人110人が五層の船に乗り上陸した。白木の族は、島民と交戦し、島民を9人打ち殺し100人を捕虜にした。この日は、キー団の後位定ユミラの去る日であった。また、4月7日には、白木人、一世、新官と萌えらが日本から白木へ帰国した、とだ財布から報告された。この状に対して、人らを尋問し、帰国を願う者は許可し、 帰化を願う者は、慣例により処置せよと指示した。事後の対策として、通訳を津島に置き、商人や漂流者、帰化、難民になりすまして、毎年のように来行する、白木人集団を尋問できるようにし、また、上和2年、835年には先森を330人に、増強た。上和5年、838年には、796年。 以来耐えていた石弓氏を復活させ、駅に配備した。石弓氏とは、大級の射撃を教える教官である。公認十一年、八百二十年二月十三日、東東美、駿河両国に誘拐した、白木人在留民七百人が党を成して、反乱を起こし、人民を殺害して、奥者を焼いた。両国では兵士を動員して攻撃したが、制圧できなかった。 続は、伊豆国の穀物を盗み、船に乗って会場に出た。しかし、相模、武蔵等七国の遠平が動員され追悼した結果、全員が降伏した。団子処理として、公認14年、823年に若くして、気営の藤原守が、とうとう海守に任ぜられる。守は穏やかで、落ち着いた統治を行い、百姓たちも喜んだ様子であったとされる。 以上の経緯から、白木からの帰化人対策に詳しくなった藤原守は、後に白木との最前線である、太宰大二を務めていた、浄は9年、845年、白木人の来航、帰化申請の禁止を朝廷に進言した。調議の結果、以後は、帰化を申請してきた場合でも、漂着民に、食料衣服を与えて追い返すこととされた。これは、浄丸閣にも収められ、 以後の白木人対策の基本方針になった。上岸八年、八百六十六年には、非前紀伊軍議体領産、春永、山野春永、富士津軍領崩つ帝津、高木軍義体領大当主、加れ根軍十人、長岡富士津らが、白木人と共謀し、日本国の律令正式の石弓の製法を漏らし、津島を攻撃しようとした計画が発覚している。 上岸十一年、八百六十九年六月から、白木の海賊、寒義宗に乗り、畜前国中軍の津に上陸し、武前の三木朝鮮を襲撃し、年貢の絹綿を略奪し逃げた。追跡したが、見失ったと、日本三大実力に記録があり、また、隣国の兵角、隣国である白木の戦争、内戦のことが背景にあるのではないかと占いが伝えたとある。 旧世紀半ばには、五島列島に、東や白木の商船が寄港する基地があり、白木海賊もここを経由して、博多を襲撃したとみられている。また、同年の上岸11年、869年5月26日には、上岸地震や日後で地震が発生している。日本三大実録巻16、上岸11年。 869年6月15日上から18年3月9日上、白木の族の博多への入港と、その後の対策外当箇所。これに対し政府は囚人を要所に、先森として配備することを計画したり、宴会諸軍の警備を固めたほか、内容の白木商人ルーキヨラ30人を逮捕し、放逐することに決め、族といた、海辺の百姓も、6人を称した。 その後、白木に捕獲されていた、津島の漁師、浦辺をつくそまろが、現地の被害状況を伝えたため、結局太宰府館内のすべての在留白木人をすべて、奥などに移しく分殿を与えて帰化させることに定めた。この時白木は大船を建造しラッパを吹き鳴らして、軍事演習に励んでおり、とえば、津島島を打ち取らんがためなり、870人2月12日、と答えたという。 また、現地の文雄が、白木国の町を入手し、多在省に、藤原元理万とも、藤原の元理、マロが、白木国王と内容して、反乱を加えていたことが発覚する。870年2月15日、朝廷は、石弓氏や先森の戦士50人を津島に配備する。また、在地から挑発した兵が、役に立たないと見た政府は、不襲すなわち、 立令国家に服属した映像を配備した。これらの国防法令は演技客に収められ、以後の外交の洗礼となった。また、伊勢神宮、岩清水や渡宮、河詞、神宮皇后陵などに法兵及び国分を捧げ、我が日本の朝は、いわゆる新明の国なり、神明の守り玉はば、何の平野だが近く来たるべきやと訴えた。こうして、 白木を敵視する考えは、深刻思想の発展へとつながっていった。また、神宮皇后による三冠性抜説はもたびたび参照されるようになる。上岸十二年、八百七十年九月、白木人二十人のうち、清芝居、鳥政、南牧、安長、全連の五人を武蔵国に、総皇家佐、シャ伝僧、赤海、元正、 マキサイの五人を、上佐国に、純清、ン・西、関山、長縁、長イ、長、真平、ン、清、大有、ン、サマダイラ、ダイアリ、恋愛の十人を、陸奥国に配する。また、上岸十四年から十九年にかけて編纂された、上岸儀式追イナ追ツの儀では、道の区国伊東、五島列島伊勢、土佐国伊南、佐渡国伊北は、穢れた、駅木の住みと、 明記されている。こうして、大白木関係が悪化すると、天皇の支配する領域の外は、汚れの場所とする王道民思想も、深刻思想と共に形成された。また、上岸の入港の3年前の上岸8年、866年には、王天門の変が起こっており、こうした日本国内の政権構想と、同時期に起こった。 上岸の入港などの対外的緊張の中で、白木排斥傾向が生み出されたとされる。日本気略、不走略旗官兵5年、893年及び6年、894年、の城に見える熊本、長崎、壱岐、津島にかけての入港と、その性伐の記録。上岸15年、873年、武将でもある、小野遥が、津島守に赴任。 政府に食料袋1000枚、捕虜、やよけの万と1000両を申請して、防備の拡充を行っている。官票5年、893年5月11日だ財布は、白木の族を発見。白木の族、日後国秋田軍において一宅を消防す。またた、肥全国松浦軍において逃げ去る。翌官票6年、894年4月。 津島島を襲ったとの知らせを受ける。沿岸国に警護を命じ、この知らせを受けた朝廷は、政治の中枢の人間である三義の藤原邦常を、太宰言の措置として派遣するなど対策を定めたが、俗は逃げていった。この間検投資が定められたが、一説に、党の関与を伺うためであったとも言う。官票六年、八百九十四年、当人も交えた。 白木の船大将百0層に乗った2500人に上る、白木の族の大軍が襲来し、津島に侵攻を始めた。9月5日の朝、45層でやってきた族とに対し、武将としての経験があり津島守に配されていた、分野全雄友は、軍事施設を率いて、誘い込みの上で石弓を構えた、数百の軍勢で迎え撃った。雨のようにいられ逃げていく族を追撃し、 220人を射殺した。賊は、計300名を討ち取った。また、船11、立ち50、右千弓子角110、三312にも上る莫大な兵器を奪い、賊一人を生け取った。捕虜の証言ではこれは、民間海賊による略奪ではなく、白木政府による襲撃略奪であった。捕虜曰く、は、不作で上に苦しみ、蔵も尽きて、 王上も、例外ではなく、王、王せて、国技能取らんがために帆を飛ばして参り来たるという。その全容は、大将の船100層、上員2500、逃げ帰った将軍はなお3人いて、特に1人の、当人が兄弟である、と証言した。朝鮮側の資料である、三国式889年の記事にも、国内の不作と重税によって、反乱が起こったとあり、 捕虜の虚言ではなく、反乱を避けて、国外に手を出したと見られる。同年9月19日、太宰府の悲劇の使いが激退の成功を伝え、検討士も中止された、翌年9月にもき闘の感謝が、俗のため全勝したことを伝えているが、これは、おそらく本年度のこととみられる。翌年の官兵7年、895年にも、白木の賊が息を襲撃し、感謝が焼かれた。 天玄金草神社の社殿には、縁起六年、906年7月13日、沖国の羊猿方から、猛風が吹き、天玄金草神の託船があった。白木の属船が、北海にあり、我、彼の属を追体船がため、大風を吹かせたその後、小柱等が流れ着き、真意の大きさを知らしめた。と伝えられている。長徳三年、997年。 高来人が、津島、肥前、壱、肥後、薩摩、大隅など、九州全域を襲う。民家が焼かれ、財産を収奪し、男女300名がさらわれた。これは、南蛮の入港とも言われ、奄美島人も俗に参加していたと言われる。百連勝にはすべて、高来国人とあるが、気略は、南蛮の俗、奄美島人という、正雨期に見える。 報告書の説をとって統一している。現地、四季のそれぞれに混同があるとみられる。同年十一月に政府は南蛮の討伐を翌九月には東島に命じて南蛮の捕獲を求めた。この東島は近年律令式建物以降が発見された奄美機械島と推定されている。南海のホラ街、夜行街、硫黄などは日本の重要な交易物であり、 薩摩が被害地に加わっていることから、薩摩に出入りの多い南蛮以外に考えつかなかったのだろうと推測されている。被害の全容が、筑前筑後薩摩行き津島と報告されているところから見ても、奄見島人の単独行為とは思われず、数百人の拉致も前例がない。官票の反阿だと告示しているほか、長宝三年、千一年にも高来人の海賊行為が見られる。 3位、藤原サネ介の正月当該記事の当初、見出しに、高麗国の属、としていることについて、後に全て高麗の書行と判明したために、このような当初が書かれた、とする説がある一方、歴史作家の長井道子は、陰険な性質で、反道調派のサネ介が、報告を受けた時の道調たちの慌てぶりを克明に、記していることから、そのことへの当てこすりとしてわざと、 公来の族との見出しをつけたという見解を示している。藤原高税の今期の該当部分ではかなり深刻な事態であった様子が記されており、倉人と頭の高税と賛義のサネケではかなり異なる受け取り方をしている。なお、女子による問いの入校の翌年、2020年、官任4年12月には再び、薩摩国が襲撃され人民がさらわれており、 南蛮の族とによると見られている、左壁。上岸五年、八百六十三年に、丹後国にやってきた五十四人は、白木東方の細ら黒人と主張した。また、千九十三年には、海賊船を打歩し、真珠、水銀、硫黄、ホラなどの貨物を接収し創人と日本人の乗りを奴隷にした、と記録している。これらはすべて日宋公益における、 日本産の有力な公益物なので、海賊船として打破したというのは単なる口実だとも考えられる。すでに上岸の反あだに対する砲兵機関の分に、我が日本の朝は、いわゆる神明の国なりという思想が見え、神風による非戦の解決が唱えられているのが注目される。エン三年七月には、オ国に拓船があり、 神風が俗戦を標庫させたという風文が行われている。また、鹿、祭事、樽、白木、京独王神霊なり、白木人、漢を、京、伊沢こと、年久しく、京独今田春、山津など、半荒を非難する様々な源氏が見られる。被害地では、白木人への反感も高まり、上和元年、834年には、百姓、これを、 悪、肉、見舞弓でいて傷つくなどと在留者への暴力まで発生した。これに対し朝廷では、白木人の来航を全面的に禁止すべき、藤原守るなどの少数意見もあったが、徳を慕って来日する者に、人情を示すべきとの意見が多数を占め、続取り子を奉還するなど、中途半端な対応を重ねた。太宰府の俯瞰による討伐は、 封建武士の成長が遅れた九州において、剣士クラスの武人を極端に成長させることはなかったが、厚生小二氏など府官の名目を持ち外貢献の一部を干渉する稲武士の成長を促した。朝鮮側の諸史料は厚生に再編されたものではあるが、白木屋田の記録は全くなく、逆に白木が和光に苦しんだとか、 日本に人質を求められた等の被害記事が多い。しかしいずれにせよ、朝鮮半島で、あと三国時代の混乱が、後来国の成立によって一旦収まると、白木屋田の記録は、日本側の辞書で見えなくなる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。